寒すぎるよね、さすがに。さすがにちょっと寒いので毛布をかけます。よいしょ。なんか照明つけるか迷ったんだけど、なんかコンタクト、新しいカラコンをしたので、それを見せたくて、わかりやすいかなと思って。じゃじゃーん。なんかもうまつげがバサバサなんだけど、じゃじゃーん、新しいコンタクトです。とてもお気に入り。なんか照明なかったらこんな感じで、こんな、これもね可愛いんだけど、ちょっと暗いかなって思ったので。でもこれも見えるね、見えるっちゃ見えるね。照明あった方が顔がはっきり見えるかなと思って、照明ありにしました。こんばんは、こんばんは。今日ね、天神にご飯食べに行ってたんですけど、悪魔ありがとう。天神にご飯行ってたんですけど、天神って結構今イルミネーションすごいじゃないですか。でイルミネーション見てて、あ、そういえば天神のクリスマスマーケット行こうかなと思って、天神のクリスマスマーケット行ったら今日空いてなかったです。悔しい。今日空いてなかった、とっても悔しいです。久しぶりにショールームね、久しぶりに会ったっていうか喋ったね。なんか照明さ、大体なんかギャルしくなった。目がギャルギャルしいな。あ、青色可愛いけど、青色あんま高評価じゃないから、好評じゃないから、暖色はちょっと違うかなと思って。やっぱ白か。青色可愛くない？青色可愛いよね。真っ白でいいけど。こんばんは。綺麗な髪、嬉しい。何もケア何もしないけど綺麗な髪って言ってくれて嬉しい。なんかお話しすることは別にこれといってお話ししたいことは特にないんですけども、なんかお暇なのでやろうかなって思って始めました。どうしよう、何話そうかな。ツルツル嬉しい。明日楽しみにしてるよ。明日行く、嬉しい。明日来てくれるの嬉しい、とっても。26日のコンサートもめっちゃ楽しみなの、私。なんか楽しみだし、みんなの近くに結構行けるかもしれないし、行かないかもしれないから、どこの席でも楽しめると思うよ。寒くて前に進めないの。さしてよ、寂しい、悲しいか。カメラ席の近くに来て、行くね。行けたら行くね。行けたら行くよ。行けたら行きます。行けたら行きます。ねえ、寂しく前に進めないの。 TikTok 投稿したんで見てください。今日のやつです、今日撮ったやつです。撮りたてほやほやです。撮りたてほやほやなので見てください。どうしよう、何話そう、何話そう。明日の段階大感謝祭とコンサートより行くね、嬉しい。楽しみ。仕事間に合えば行ける。間に合って。間に合ってきて。間に合ってね。そう、インスタのもね、あげたから見てほしい。インスタの写真もあげたので見てください。
インスタも今日のです。今日撮ったやつマジ在庫ないから、その日撮ったやつをあげるしかなくて、在庫ないんで、もうみんな撮ってた、あのいいねしてください、いいねとコメントしてください、見てるよ全部コメント。遠くから見たらさ、アイメイクめっちゃ上手に見えるけど、近くで見たらバサバサすぎて。でもこのコンタクトマジでお気に入りなの。ねえ寒くて前に進めないの。ねえ何話そう、どうしよう、本当に話す、どうしよう、本当好きなお顔してる、本当。今日ねコウキ、コウキくんにね、あの似てるね方がいた、天神に、びっくりした、一瞬そうかと思った、明日違かった多分、明日の挑戦会行くよ、ああ嬉しい、みんな来てくれるのね。どんなことするのか私もちょっとよくわからないんですけど、どんなことするんだろう。橋の写真いいね、綺麗だよね、紫のパーカー、紫だったかよくわかんない、夜帽子かぶってた。え何話す、次のテレビオンライン、嬉しい、オンライン、あそうだオンラインもあるからね、楽しもうね、オンラインも。リンガちゃん大好きって言うと、ふとしたら定期部に大好きってあった、そうそう、なんかめっちゃもういつの日かに、いつの日かに決めた定期部が、定型文がありました。定型文作った、じゃあ違う、あ違かったか、じゃあ違う、よかったって、今年はあと何回リンガちゃんに会えるかな、いっぱい会いに来てください、いっぱい会いにおいで、おいで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 、メンバーってコンサートイベントとか知らない情報もなんとかあったりするの、多かったりします。多かったりします、昨日は TikTok の投稿なかったでしょ、ごめんね、もう在庫がなくて、本当にマジで本当に在庫がなくて大変でした。次のコンサートでも仮面化するの、撮ってほしいポイントが、撮ってほしいポイントはいっぱいある、ずっと、もうずっと撮っててください。ずっと撮っててください。寒くて前に進まないの、トゥ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 、なんか変えてみた、ちょっとこれ肌の加工がなさすぎて悔しい、うわうわめっちゃ全然違うでしょ、悲しくなる、悲しくなるよね、さすがに肌の色全然違うやんこいつって、もこれが本当ぐらいの色の濃さ、変えてみた、変えてみた、これがいつも使ってるやつ全然違うよね、全然顔違うよね、TikTok パペットスンスン、なんそれ、見てみるね、ちょっとスクショします、周年コンサートの昼の可愛いアイドル、可愛いアイドルね、私可愛いのね、苦手だけど頑張るよ、なんか可愛いのあんましないからね、周年楽しみすぎるけど手応えだね、周年楽しみすぎる、私もマジで手応え結構ありありです、マジで昼もみんなの可愛いところが見れる見どころがいっぱいあるし、夜もすごく新しい感じのやつなのでみんな見に来てください、ブッキメジャペンって TikTok してる、知らん、知りません、どん
な感じののやつなの。手が冷たい、手が冷たいよ。指を鳴らすアイドルってやだよね。裏側を見せちゃった。指を鳴らすアイドル、ぶっきむるしかないって言って飲み物を一気飲みする人、知らないごめんなさい、知らなかったです。わかりました。じゃあちょっと話す内容が困ってるので、今私が見てるドラマをあの紹介したいと思います。それはライオンの隠れ家っていうの、ライオンの隠れ家です。見てる方いますか？今7話、昨日放送、7話だったかな、昨日放送終わったんですけど、見てる方いますか？周りの人もね、そう、なんかあの私後から追いかけた人なんですけど、ネットフリックスでもう配信されてて、あの私最初全く見てなくて、でも TikTok でなんかそのライオンの隠れ家の切り抜きみたいなが上がってきて見てるんですけど、見てたらなんか楽、なんか面白そうだなと思ってで見始めて、5話、6話放送終わったぐらい、違う、6話放送終わったぐらいから見始めて一気見して、で7話も昨日あの途中からしか見れなかったんでネットフリックスで見たんですけど、もう最高です、マジで最高。みんな見て、ネットフリックスにあるので見てください。まだ7話までしかないんだけど。ウィングマン、ウィングマンだって、みんな。ウィングマン、なんかねすごいの、ライオンの隠れ家ってめっちゃすごくて、もう演技力がすごすぎて見入っちゃうんですけど、あの坂東龍太、坂東龍太さん、坂東さんって方がいらっしゃるんですけど、その方がなんだっけ、自閉症の方の演技をされてるのかな、自閉症だったかのかないけど、障害者の方のあの演技をされてらっしゃって、とってもなんかもうすごいんですよ、上手なんです、なんか見入っちゃいます、演技が上手すぎて見入っちゃってるって感じです。家政婦の三田園、私ね家政婦の三田園ね見たことないの、一回も。でもなんか新家政婦が決まりましたみたいな TikTok を見ました。そのドラマ僕もね、すごいよね、ライオンも可愛いの、そうライオン可愛いの、かお、最強アイドルのコール練習頑張って、ああ頑張ってください一言頑張って、みんなの声聞きたいからさ、言ってる声聞きたいから聞かせてください、公演で言ってね。12月にドクター X の映画見に行く、あそう、お姉ちゃんがねドクター X マジで大好きで、お姉ちゃんが見に行くらしいです。私は見たことがないのですいません、見たことがないです。私本当にね決まったドラマとかしか見なくて、本当にみんなのおすすめしてくれたやつもさ、なんか見たいんだよ、見たいんだけど、なんかその見るまでにちょっと大変で、見るまでに時間がかかるタイプなのね。みんなが今ハマってるのを過ぎた後に私がハマりだすみたいな、遅れてるんですよ、流行にちょっと今遅れてるんですけど、でもライオンの隠れ家は今流行に乗ってるので大丈夫そうです今のところ。どんなジャンルが好きなの？何でも好き、ミステリー系とかも好きだし、サスペンス系も好きだし、恋愛系も好きだし、あと何だろう、何がある、何でも好き、何でも好きです、何だろう、何でも好き、何でも好きですよ、あホラー系も好きですし、好きです。アニメはね今何も見てないです、もう見よう、なんか見たいやつがなくなっちゃった。リンカさん、少し前のヤンキー漫画とかドラマ、そうなの、なんか昔のドラマとか昔のヤンキー漫画とか
ヤンキー系の映画とかドラマとかめっちゃ好きです。めっちゃ見てる。だから結構皆さんと分かち合えることがあるかもしれません。本当に好き。なんか昭和を舞台にした映画とかめっちゃ好きで、あれ今日から俺はとかも昭和の話じゃないですか。今日から俺はとかもそうだし、あとなんだっけあれタイムスリップするやつ、あれです、あれ忘れちゃった名前、忘れました。12月からネットフリックスイカゲームツー、イカゲームも始まるの。イカゲームのツー大好き。あ、極戦もね好きなの。極戦もねマジで大好き。全部見ました、全部見たよ。私もスマホ落としただけなのに見たよ。ビーバップハイスクールはわかんない、見たのかな。ニカちゃん特攻服、そうだから特攻服着たかったんですよ。私ハロウィンの劇場で配信した時に特攻服に決めたんですけど、そういうマジで深い思い入れがあって特攻服にしたんですよ。本当に特攻服が着たすぎて、着たすぎて、なんかでもそういう時だけしか着れないじゃん。なんか Yes! SIC さん正解。不適切にも程がある、正解。不適切にも程があるも見ました。昭和系がもう本当に大好きなんです。もう本当に大好き、本当に大好き。だから特攻服着たくて。あ、そう、通り部、通り部、通り部もね大好きなの。東京リベンジャーズも大好きです。ヤンキー系のね、こういう系。東京リベンジャーズはあの漫画はねあんま読んでないんだけど、アニメで全部見て、実写版も見ました。やっぱりアニメだよね。やっぱりアニメがいいんだよ。そう、阿部サダヲさんのねドラマもおもろいんよ。あとね、賀来賢人さんのドラマもおもろいです。明日東京から劇場に行く、嬉しい、ありがとう。今日から俺は大好き、魔術科学園大好きです。私魔術女てっぺん、魔術科学園ね本当に私大好きで、私 AKB さんのそれこそなんだっけ、西武ドーム、あの学校、後ろがさ学校みたいなさセットになってるやつ、ドームでやってた。そう、後ろが学校みたいになってて、プールのセットもあってみたいな、プールのセットもあるやつ、プールでこうやって踊るやつもあるやつね。わかる、わかるよね、わかる。ろくでなしブルースの漫画読んで、ろくでなしブルースね。オッケー、ちょっとスクショします。西武ドーム懐かしい。そう、西武ドームで合ってるよね。西武ドームで昔 AKB48 さんとかがやってたじゃないですか。そう、合ってるよね。プールとかのセットもあったよね。私その時の DVD を持ってて、今神戸にあるんですけど、持ってて何回も何回も見たんです、大好きすぎて。そう、大好きすぎて何回も見てて、一人ずつなんか出てくるやつあるじゃないですか、そのヤンキー系のお姿で。で、渡辺真由さんだったら、あのこうやってフードかぶって、ポケなんかこんな感じで歩くじゃないですか、こんな感じで。で、双子のツインテールの女の子とかも出てきたりとか、ちょっと名前ごめんなさいね、わかんないですけど。で、松井樹里奈さんがあの階段登らせてあげようかみたいな、を名言みたいに言うんです。あれ大好き。GTO も知ってるよ。 GTO 知ってる。もう語り合えるよ本当に。階段登らせてもらおうか、か大好き。私本当にもう本当にね大好きだったの、本当に大好きだった。あのね、赤のこんくらいのでっかい、なんか
西武ドームのプールって人魚のバカンス、えちょっとねちょっともう本当に記憶曖昧すぎて何年も前に見た映像なのねかな、わかんない、それかもあの赤いさ昔のなんか風船とか持ってる DVD とか CD とかが入ってるやつかな、あれな、赤いやつ、赤いね風船とかを持ってるんです、メンバーが風船とか持ってるジャケット写真みたいな、ジャケシャーみたいなやつだったの、それを持ってるの、それを持ってるんです。ちょっともう今ねここにないの、神戸のねお家にあるからここにないんです、あったらね絶対見せてた私。前田敦子さん卒業発表とジュリナさんとミルキーさんが本店と兼任発表されて現地行った、すごい現地行ったのいいな、お母さんも焼き好き、お母さんはまあ何でも好きだけど今はハマってるの多分韓国ドラマがハマってます、お母さん韓国映画と韓国ドラマにお母さんはハマってます。はい。もう本当に懐かしい。もう私もう本当にね、テレビに目が、テレビに、ね、穴が開くぐらいね見てた本当に。AKB のさんの西武ドームのやつとか見てた。帰ったらもう一回見よう。マジでね、もう一回見たらねマジで。あやったことある曲とかね分かると思うんだよね、その頃はさ聴いてた曲じゃん、あこれ踊ったことあるとかなるじゃんかね、見たいな、帰って神戸帰った時見ようと。みんなと語り合えてよかった。マジスカロックンロールって待って懐かしい、あの自転車乗ってる動画くらいの年齢の時、ねどうなんだろう、いつぐらいなんだろう、でもよ、あでもそんぐらいかな、小学校低学年とか幼稚園とかそんくらいの時かな、多分分からんけど、幼稚園低学年、小学校かな、小学校低学年ぐらいの時かな、幼稚園かも、あれ見てたらキボツボで決めとね、やってたよね、私見たよ、やってたよね、あの学校のセットの上でやってたよね、恋をするとすぐにわかる、いつも上の空で、やりたかったけどね、君と僕の関係、君と僕の関係をするにはね全体ポジションもね覚えないといけなくて、やりたいって思ってたけどちょっともう本当に時間がなくてできなかったから、いつかね私が卒業公演とかにやろうかな、でもやったことない曲だしさ、別にさ私はさやったことないからさあんまりあれか、私はやったことないからね、私がやってたらいいけどね、恋をするとすぐに分かる、別にしかも卒業ソングじゃないし、卒業ソングじゃないからさ君と僕ちょっと濃いじゃん、濃いだからあんまりやりだね、卒業ソングではないか、普通にやりたい、どっかでどっかで卒業公演なんて何年後よ、分からんよ、分からんやん、今一番思い出がある曲って何になると、今一番思い出がある曲、なんだろう、でも私は個人的に個人的にねつぼみたちが大好きなんですよ、あなたに咲かせてほしい大きな夢のつぼみ、雨風に打たれてもへこたれたりしないよ、
つぼみたちが結構大好きで、そう大好きなの結構だからもし私が卒業公演するとしたら、希望のつぼみのあのつぼみたちを踊りたい、みんなで。ね、つぼみたちが一番、私はね本当にみんなに言ってる、もう同期のみんなに言ってる、私はつぼみたちを歌いますと、卒業するときは私はつぼみたちを絶対に歌いますと言ってるぐらい好きです今のところね。でもさ、卒業するまでに変わるは顔もかもしれんやんやりたい曲変わるかもしれんからさ、まあここ今の段階ではつぼみたちかなって感じです。みんなは私の思い入れのある曲なんだと思った？あ、いっぱい、なんか11、嬉しい。キボツボ公演やってもね、やりたいよね、もう一回。でもちょっとしんどいんだよな、キボツボって。ちょっとアンコールの最初にネモホモルーマがあるっていうのがちょっときついですね。色はチャンスの順番かも、いろんなこと。いや、そうなんだよね、チャンスの順番ってね、結構本当にいい歌詞で、いい歌詞本当に。ジュエルかな、やっぱジュエルだよね。オープンのカフェのいつものテーブル、懐かしい。やってたんだね、私たち希望のつぼみ公園やってたんだ、懐かしい。でも MC 割と長かったし、プラマイ、いやね、あの MC もねきつかったのよ本当に。なんかもう体力面ではきつくないのよ別に MC って。だけど精神面的にもうきつくてきつくて、もう大変でした。毎回企画も考えて、みんなで企画やって、面白くなかったら多分ファンの方々も飽きちゃうから、頑張って考えたり、 MC で話す内容とかもみんなで楽屋でメイクしながらの、今日何話そうとか話したりして頑張ってたんです。精神面的にやられますあれははい、精神面的にやられますので、プラマイじゃないです、マイナスです。あれだけスケッチブックを歌える本当そう、毎回スケッチブックだったよね。〇〇を好きでした、本当。でも楽しかったよね、なんかみんなのこと知れたしね、より、うん、楽しかったよね。ファンの方との交流もそこでできたし楽しかった。高嶺のリンゴ、懐かしい。そう、何年後かにリキボツボリバイバルできたらいいよね。何年後にね、何年後にできるんでしょうか。キボツボ数年後ね、してほしいよね、キボツボ数年後本当に。でもね、うんうん、頑張ろう。リバイバルあったら絶対行くね、リバイバルしたいよ本当に。本当そうだね、期間が短い公演だったから、なんかその後に知ってくださったファンの方とか見たこともないと思うからね、来てほしい。でもまだね、もうすぐでの、あの終わるのか、もうすぐで1年経つの、希望のつぼみ公演が終わってから。もうすぐで1年、早くない？
早いよね。もうすぐで1年経つのか、終わってから。ちょっと早すぎるよね。早すぎ。もう来年高校3年生ですよ、私も。早いね。逆上がりの虫わらも気持ちの目にしてほしいし、終わりで必ずの勘流れや。いやそうだよね、本当にそう。農家夏、ここから。夢にまで見た王子様よ、さあさあ光こっち向いて、今まで出会った男の子、恋して恋してなんちゃらしてもう忘れちゃった。早いね。早い早い。もうあっという間ですから。いろいろね。時が過ぎていくのはあっという間です。悲しいですね。もうすぐだよ。もうすぐです。来年の今頃何してるんだろうね。風邪で寝込んでたけど、リンカちゃん処理を本当に元気出る。めっちゃなんかのんびり話してるだけだけど、元気出るならそれは良かったです。体力頑張れ。体力頑張れって意味やからね。エビバディどうする、どうする。夢にまで見たおじさまよ、さあさあ視界こっち向いて、今まで出会った男の子、恋してこう、なんだっけ、恋してなんちゃらして、首しちゃった、ごめんね。明日ホークスパレードあるんだ。人いっぱいそうだね。 DMM の鬼没ボディバイブレット、そうなの。メール送りてんだけど、もうふかしてんじゃねえの。収録しちゃった、しちゃった。しちゃった。26日に無事での電車でコンサートに行くから準備は始めないと。私たちもそのぐらい超朝早いです。本当に4時半起きとかかも。キャーキャー、バイバイみんな、バイバイ。やばい、首痛い。おでこだけになった。やばい、首が痛い。もうさ、もうこういうことをすることになっちゃった。あ、私が今猛烈に欲しいものを紹介したいと思います。
今私がもう最強に欲しいものは、そのために貯金っていうか貯めてる、これを貯めてるっていうでも過言ではない、言います、たまごっちです。いや私あのたまごっちがなんか今たまごっちの再来ブームが来てるんですよ。でたまごっちの一番くじとかもあるんですけど、私昔からたまごっちを持っててめっちゃ育ててたんですよ、頑張って。だけどたまごっちの電池入れる部分が錆びちゃって、もう一生使えなくなったんです、新しい電池入れても。で使えなくなって捨てちゃったんですけど、あのたまごっちの今新しいバージョンが出てるんですけど、新しいバージョンじゃなくて私は昔のバージョンが欲しくて、たまごっちのあの色つ今ね色がついてないの、白黒みたいな感じなんだけど、私の持ってたやつの色がついてたのね。だから色付きちゃんと色がついてるあのたまごっちが欲しくて、今たまごっち再来中なんですけど、私は最新版のたまごっちじゃなくて、あの昔のたまごっちが欲しいの変わってるよね、売ってんのかな、わかんないんだけど、そう昔のたまごっちが欲しくて、売ってないのかな、やっぱそういうさ中古品メルカリとかしか売ってないかな。そう今ね本当にたまごっちが欲しくて、なんか今だったらガチで育てられる気がするのね、今だったら本当に育てられる気がするの。だから本当に昔のやつ売ってるのかな今、それも調べたらすらないんだけど、でもアマゾンとかでね調べてもね、やっぱ最新版とかしか出てこないわけ。あだからもう売ってないのかと思ってちょっとショックなんだけど、ありそう。なんかたまごっちが今欲しいよっていうお話でした。ただ単に私の近況報告です。最近もたまごっちのことばっかり調べてるし、たまごっちなかったらもうスイッチのカセットを買おうかなって迷ってるくらいなんですけど。とスイッチのカセットを買う場合だったら、今あつ森とマリオパーティーみたいなの持ってるんですけど、あと買うならマリオカートか桃鉄かスマブラかなって思ってる。それも買うか迷ってる。でもねたまごっち欲しいよ ね、欲しくないかみんなは。私はね欲しいの。昔のマリカじゃなくスイッチのマリカ、昔じゃないスマブラはあの Wii でやってた。 Wii ってわかる？ WII Wii ってやってたんだけど、おばあちゃん家に Wii があってスマブラやってました。だからやりたいの久しぶりに。なんかわかる？なんかゲーム意外と大好きなんですよ私。ゲーム大好きなんで、最近スイッチ全然やってないけど、ごめん、ね、最近スイッチ全然やってないんだけど好きなの。ゲームキューブ64、初代のたまごっちはプレッチな、高いってこと。ちょっとスチームの時代じゃない。いいなんか飛び出す動物の森で、いやそれな、飛び出す動物の森はゆいな知らないんだよ、意味がわからないよね。私飛び出す動物の森 DS でやってました。あ DS ってか 3DS でやってた。ちょっと今日久しぶりにやろうかな夜 3DS ここにあるの今ね。ピクミンブームだよね。赤ピクミンは火に強い、青ピクミンは溺れない、黄ピクミンは高く飛ぶ、紫ピクミン力持ち、青ピクミンには毒がある。
もうね 3DS めっちゃやってた、ずっとここにある。じゃじゃーん、これね、おばあちゃんのねお友達が作ってくれたやつなんですけど、マジでこれね何年前って感じ、本当に10年前ぐらいのやつかも、これ10年前ぐらいのやつ。ポケポケって何？ポケポケって、ポケポケって何？ポケモリ？私のはこれでーす。懐かしいでしょみんな。これね、もともとね柄がついてるやつなの、こんな感じで。だけどこのカバーつけてて、裏はね何もつけてない、壊れちゃった。これシール貼ってる私。ほら懐かしくない、この感じ。懐かしいでしょ。DS もね昔やってたけどね、 DS は神戸にあるかも。待って、どこ行ったって思ったら赤ペンここにあった。赤ペン探してたのよ私。そしたらここにあった、赤ペンあった、よかった。PSP でイケビのゲームあったら分かる、知らないし。知らないです。ポケモンカードゲーム、ポケモン、ポケモン私見たことないの。わあ白熊さん11周年のいっぱいありがとう。赤ペンはタッチペン代わりに使っただよ。そうです、正解です。 3DS 世代じゃないの、うそ。めっちゃ 3DS 持ってるんだけど、カセットも。ほらこれマリオカート7ね、こっちにもあるよ。これね DS の、 DS のカセットもここにあるよ。ダーン、 DS のカセット、これスーパーマリオブラザーズ、これ DS のカセットね。すごいでしょ、 DS のカセットもあるよ、いっぱいあるよ、いっぱいあります。あとねこっち入りきれなくて、入りきらないから。リンカさんってポケモンゲームどこの世代な？ポケモン私ねやってたのはめっちゃ流行ってたのよ。あの本当に初期のポケモンカードかな、わかんない、初期じゃないのかわかんないけど、みんなね公園とかでポケモンゲーム、ポケモンカードしてた、男の子のお友達とか。だけど私はやってなくて、知らなくてポケモン。でもマジで本当に初期のやつ、ピカチュウと、まあ、初期面みたいなのいるやん。そこ、その、その、その世代です。今週3万、え？待ってさ、ポケポケってさ、なんかさ、あれ？あの、ポケポケって今なんか TikTok でめっちゃ話題になってるさ、なんか、携帯の中でカードをさ、なんか、引けて、みたいな、やつですか？カードをなんかこう切ってみたいな、携帯の中でカードが出てくるみたいな、レアカード、なんかレアカードは横から見たらこうなってますみたいな、それか、それね。ちょっとわかんないわ。ほらこれ妖怪ウォッチ、妖怪ウォッチ本家と飛び盛りです。友達コレクションもしてたよ。友達コレクションはねこの 3DS 本体にもうね入ってる、ダウンロードされてる。懐かしいよね、絶対その世代じゃないよ、俺より年上の世代だから。ダイヤモンドパールくらいは知ってる。ダイヤモンドパールってなーにー、じゃあ絶対その世代じゃないやん。じゃあ流行ってたのかな、男の子たちがやってたポケモンは、そのポケモンが流行ってたのかな、 まだずっと。じゃあ流行ってたみたいです。私はちょっとポケモンはわからないです。ピカチュウぐらいしか知らないです私。ピカチュウとイーブイとかしか知らないです。すいません、ピカチュウ本当にわかんない。ピカチュウじゃない、ピカチュウじゃなくてポケモン本当にわかんない。
ポケモンはごめんなさい、わかんないです。ブラック2ホワイト2世代全然わからん。デジモンって何も、もうわかんないこと言わないで。スタコレよりポケポケよねえ。スタコレやってね、みんなやってね。稲妻イレブンなんか聞いたことあるな。ポケモンあのあれかも、あの時かも、白い恐竜みたいなのと黒い恐竜がいた時かも。虫キングとか聞いたことある。ラブ&ベリーね、ラブ&ベリーお姉ちゃんがしてて、それが残ってた。今はないけど、私はラブ&ベリー世代じゃないから。それがブラックとホワイト、あーその時代だ。じゃあポケモンマジ疎くてすいません、本当にわからない。私はねポケモンとかアンパンマンとかプリキュアとか仮面ライダーとか全く通ってきてなくて、なんかお母さんと一緒とかそっち系だったんで、コッシーとかそっち系だったんですいません。なんかじゃあ俺の妹とほぼ同世代だからか。そうアイカツです、アイカツ。アイカツのガチャガチャ探してるのにないんだけど、アイカツのガチャガチャやりたいのにもうないです。もう諦めモード、結構諦めモードで悔しい。アイカツのガチャガチャ欲しいのに見当たらないの、街中を見ても。なんかもう諦めモードです、知りません。もうキャナルなの、キャナルは見てないだってリンカちゃんリアルにアイドル活動しうまいね。モンハンね、モンハン聞いたことあるね。お客さんに聞いてみようか。聞いてみて聞いてみて聞いてみて。子供の頃はハッシュタグスの英才教育受けてました。今はホークスマンやけどね。わかります、わかります、全く一緒です。私プリパラはもう通り過ぎました。もうプリパラは私あんまりあれでやめました。アイカツがどんどんもう薄れてきて、プリパラに移行し、みんなが移行しだした時からもう私はもうアイカツだけが好きだったので、そのゲーム機から離れました。マジで妖怪ウォッチガチ勢ですよ。私もユイナとその話した。ユイナがこの子好きなんだよねって言ってて、その子誰って言ったら、見たら分かった。そうアイカツ薄れた、プリパラが全盛期になってアイカツがちょっと薄れちゃった時があったんですよ。みんなもうプリパラプリパラって、みんなプリパラプリパラって感じで。ゲーセンで虫キングとラブ&ベリーかな。いやー虫キング聞いたことあるし、ラブ&ベリーはお姉ちゃん世代だわ。ラブ&ベリーお姉ちゃんが知ってたわ。私はもうラブ&ベリー世代、お姉ちゃんがなんかそのハートの宝石みたいなゲームにセットするやつとかカードとか持ってるのは見たけど、それがラブ&ベリーだったんだって大きくなってから知りました。可愛いなと思って持ってた、ただなんかね、いっぱいあるね。なんかプリキュアは2人でプリキュアまでや。プリキュアはね、私1個も知らない、マジで誰も知らない。本当にプリキュアは1回も見たことがない、1回も見たことない。俺の時のラブ&ベリー、そうお姉ちゃん、そうお姉ちゃんやってました、知らんけど。私はもうゲーセン行ったらアイカツカードやってたからね。懐かしい、面白い。なんかみんなの世代の違いが見えておもろい。
虫キング、コイキング？コイキングと虫キングは違う。ね、寒くて前に。凛花さん小学校とか幼稚園の時は何を見てたの？だからお母さんと一緒とか、お母さんと一緒、コッシーとか、がんこちゃんとか、なんかその後に流れるやつとか、2チャンネル見てました。天才テレビくんもあったけど、私は見てない、私は見てなかった。2チャンネルって2チャンネルじゃないのか、なんか違うのか、地域によって違うのか、2チャンネルって地域によって違う。だって2チャンネルとか言っちゃった。2チャン、え、地域によって違うか、2チャンネルって言う、2チャンネルじゃダメか、2チャンネル見てました。皆さん言ってる、言ってる、そう、すいません、関西はね、関西はね、そう、ごめんなさい、 2チャンネルだったの、チャンネルでした。すいません。おもろい、関西お兄ちゃんでした。そう、1番と2番 NHK だったの。にちゃん派でした。ウケる、チャンネル名で言っちゃった。あー、おじゃる丸とか忍たま乱太郎も見てたよ。がっかりしてめそめそして、おじゃる丸、あの夕方の教育テレビはアジラクル、見てた。アニメ系をね、見てなかった。じゃあちょっと男女呼びしますね、盛り上がっちゃった、いっぱい。じゃあちょっと準備します。13位マッションさん、ありがとうございます。12位バナナイスさん、ありがとうございます。11位青さん、ありがとうございます。10位マサルさん、ありがとうございます。9位かけもちさん、ありがとうございます。8位ほほえみポップコーンさん、ありがとうございます。7位福田音声さん、ありがとうございます。6位ちやなごさん、ありがとうございます。5位飛車王たんさん、ありがとうございます。4位ビバさん、ありがとうございます。3位そうしたん、ありがとうございます。2位ヨシさん、ありがとうございます。1位白熊さん、ありがとうございます。ごめんね、ちょっとみんなの言ってるの調べとくね。ありがとうございました。じゃあおやすみなさい、明日楽しもうね、バイバーイ。